フォールアウト、テイルオブトゥーウエストランズ、遊んできます。さて今回はメガトンですね。こちらの見どころもあって、で特徴のある人物がいるので、まあその人からね、クエストを受けていきましょう。フォールアウトシェルターオンラインでも登場するね、おなじみのキャラクターでありますが、じゃあ入り口入りましょうか。その中に入りますと、前方から一人ね、人がやってきますね。なんか話してますが、ルーカス・シムズ。この街の保安官ですね。で、このキャラクターの着ている衣装、これがユニークなんですかね。形状がとても特徴があって、で、人気があるっぽいですが、もうセーブドロードを繰り返してね、こっそりこの服を盗むというのは定番っぽいんですけどね。ちょっと試してみましょうか。それとりあえずメガトン内に爆弾があるという話ですね。で、それを解除することで報酬をもらえる。じゃあ一回セーブして、見つからないようにピックポケット。あれ？洋服持ってませんね。これ、TTW で変わったのかな？とりあえず鍵を持ってるから。鍵を盗める？ああ、失敗した。ロードしようじゃ。TTW で変わったのかな？もしかしたらどこかで、この服をね、入手できるようになってるのかもしれませんね。で、このキャラクターの家が、こっちでしたっけ？どっかにあるんですけど、そこに忍び込むことによってね、相手を盗みますね。あ、ここですね。現在見られている。ディテクテッド。これは、監視されてますね。あそこにストックホルム。外側からでもね、スナイパーを構えていましたが。あ、ロックピックが足りないから、ちょっと家の鍵を盗む必要ありますね、ルーカスから。フォールアウト3でね、この初めてメガトンに到着した時、この NPC が歩いてるじゃないですか。これにちょっとびっくりしたというかね、いろんなベッドに寝たりとか、椅子に座ったりとかね、当時そういったゲームで遊んだことがあったのはシェンムーぐらいだったんで、もうかなりびっくりしたね。まあシェンムーももちろん古いゲームでありますが、ここまで動くことはありませんでしたからね。じゃあまずはこの街の中心にある核爆弾ですね、これね。ここに核爆弾が落ちてるから、この街はメガトンとも言われてる。で、今アトム信者が演説しますね。あいつか。喋ってるな。で、この爆弾はインテリジェンスが高いと解除できるんでしたっけ？あ、インテリジェンスじゃないぞ。エクスプロシブズ。これ TTW で多分変わってますね。で、インテリジェンスを上げるためにはメンタスを使えばよかったんですけど、エクスプロシブか。これメンタス食べてもダメですよね、多分。なんだ、いきなり、目論みが外れましたね。で、この爆弾の解除に成功すると、先ほどのルーカスに認められて、で、自分の部屋をね、持つことができるようになりますね。メガトンに。ただ、これを解除してしまうと、後にこの爆弾、爆破できなくなるんですかね。ちょっと自分で爆破したことがないから、これわかりませんが。まあ、爆破させるとね、漏れなくこのメガトンが吹き飛んで、ちょっと面白いことになりますよね。まあ、この後に会うキャラクター、そのキャラクターはね、見事生存したりするんですけど。まあ、それは後で会いに行きましょう。さあ、次。このキャラクター、姉さん。お年寄りですね。うん、やっぱりフォールアウト3のお年寄りの表現はね、結構いいですよね。顔面シワだらけで、ちゃんとお年寄りに見える。で、後に思わぬところで出くわしますね。このキャラクター。まあ、しかし重要な人物ではありませんね。まあ、これだけは覚えておくと、え、なんでこんなところに姉さんがみたいな感じでね。ちょっと面白いことになりますね。エンクレーブを支援してるんですね、姉さんは。とりあえず父親がモリアティという酒場にね、いたかもしれないと。じゃあ後で寄りましょう。あとはルーカスの家に入れるタイミングは、このルーカス自体がね、この家に入る時かな。その時に入れたような気がしましたが。で、中に入ることが成功すると、ボブルヘッド、一つ落ちてると思うんでね。まあ、いずれ取れるんであれば、それはね、取りに行きましょう。さて、こちらが、クレーターサイド雑貨店。モイラーのいる場所ですね。お、早速いますよ。子供いますね。マギーか。マギーってこの街にいたんでしたっけ？まあ、いや、とりあえず、モイラーと話をしましょう。さあ、このキャラクターね、めちゃめちゃ喋りますね。ウエストランドの本作りに取り組んでると。まあ、ご存知、ウエストランドサバイバルガイド。それを作ったのはこのモイラー。フォールアウト4は3の5年ぐらい後の話ですがね。もうすでにね、4の世界には、そのサバイバルガイド、結構いろんな場所にね、散りばめられてますよね。かなり広がるのがね、早いですよね。モイラ自身がばらまいたのかな。まあ、このキャラクターはとりあえず、チュートリアルキャラクターみたいな位置づけですかね。で、最後までこのクエストを受けることで、特殊能力を得ることができますよね。ただし、TTW の場合は、その能力を受けてしまうとね、結構強くなりすぎてしまう。そんなことがありましたが、ただこの最新の TTW ではどうなるかわかりませんね。
まずいろいろ話をして、クエストを進めるか。ウエストランドサバイバルガイド、それを作ってると。で、はじめはスーパーウルトラマーケット。そちらに向かう。多くのフォールアウト実況者も、ここら辺までやね。よく行ってるの見かけますよね。ここにはターミナルがありますが、この傭兵がね、よく見てるんですよね。これ怒られてるかな、もしかして。時間外か、今。その可能性ある？やっぱりちょっとなんか、やばそうだな。一回出るか。やっぱ時間外でしたね。危なかったね。フォールアウト3はその場で待機ってありました？ありますね。しかし、待機してしまうと、あれだな。ハードコアモードだから、喉とか渇いてしまうかもしれませんね。時間待機はやめるか。ビリー・クリールの家。先ほどマギーという子供がいましたが、それを現在預かっている男の家。ちょっといろんな話が聞きますよね。こいつに関するクエストってありましたっけね。ちょっと思い出せませんが、モリアティの酒場。ここで父親はいなかったが、話を聞くことができると。結構人はいますね。あ、ジェリコがこんなところにいる。ジェリコはコンパニオンキャラクターですね。ただしカルマが相当低くないと、仲間にすることはできないと。だから私仲間にしたことないんだよね、ジェリコ。グールの声もするな。ラジオを叩いてる。私のことをスムーススキンと呼びましたが、普通の人間の顔はね、グールはスムーススキンと呼びますね。とりあえず父親についてはモリアティで話せと。モリアティ出てきたな。こいつはなかなか悪者ですね。あ、いたぞこいつ。ミスターバーク。こいつとの話を進めることで、メガトンを爆破することができる。で、家庭4番では、メガトンをね、爆破させることができなかったんですよね。規制が入ってしまって。日本だけでしたっけ？規制が入ったのは。さあ、引き受けましたが、どうするかは私次第ですね。それと他にも、結構この後のクエストに関する人物。ルーシー・ウエスト。一応話しておきましょうか。なかなか美人ですね。アルフ居住区に家族がいる。伝言届けてくれとね。名前はデイビス・ウエスト。このアレフはちょっと独特な場所でありますけどね。クエストは追加。モリアティ。父親知らないか？私は昔、ここに来たことがあるようです。小さい時に来ていた。記憶はないのかな、主人公に。父親は目的のものを手に入れて去っていった。え、自分も父親もボルド101の生まれだけど。笑われましたね。私が生まれた後に父親がボルドに連れてきた。父親のビユースの仲間がいると。母親も死んでしまった。キャサリンですね。スピーチチャレンジ 19% で父親に関して、ね、聞くことができる。やってみましょうか。やっぱ失敗しますね。19% ぐらいでは無理か。100キャップで親父の居所を教えてくれる。これ話が失敗するとさらに値上げされるんですよね。もういい、自分で探す。次は150キャップとか上げられるんじゃないかな。こいつのターミナルがありましたね。なんか書いてあるんじゃないかな。ちょっと後で見てみたいけど、これ読めないかな。アベレージ 15% か。ちょっと無理っぽいな。サイエンススキルが50以上必要。なかなか面白いこと書いてあったと思いますけどね。アトム信者の家は、核廃棄物のマーク。それが飾ってあるんですね。フォールアウト4では結構ね、敵対して襲ってきたりしますけど、この街中では、まだ仲良くしてるんですね。よし、じゃあちょっと話を進めてみましょうか。スーパーマーケットに向かいます。フォールアウト3は、ロードが速くていいですね。フィールドに出るときも一瞬だ。トレーダーが来てますが、新しいトレーダーかな、これは。ラッキーハリス。弾薬売ってますね。結構マニアックな弾がいっぱい売ってそうな感じありますが。ニューベガスの武器とか買えるんじゃないかな。バーミンターライフル。これニューベガスの武器じゃありませんでした。とりあえずこのメガトンの周りに隠しアイテムがありましたよね。スナイパーが隠されてる。で、おそらくはこのストックホルム。あのキャラクターがかかってんじゃないかと思えるようなそんな隠しアイテムでありますが。なんか木がね、3つ立ってる場所ですよね。あとはモールラットあたりもいると思うんで気をつけましょう。フォールアウト3のモールラットって地面に潜りましたっけ？
どうだったかな、潜ることはなかったっけ。なんだ、待て待て、なんかいるぞ。ブロードフライ、これ。あ、ブロードフライいる。待て待て待て、一回下がろう。モーラット普通に殴ってやっても良さそうだけどね。ブロードフライやだな。俺この野郎。さあ難易度はハードですが、ハードくらいなら問題なくやれますね。よし、ブロードフライ。あいつはバッツやろう。バッツで打つ。おお、決まった。いいねいいね。テンポはかなり速いよ。このまま進んでね、ちょっと簡単かなと思ったら、難易度上げましょうね。ベリーハードあたり。で、この外側にあるこの隠し武器は、私はね、本当に、すごい偶然見つけたというかね、なんか不自然だなと思ってね、調べてみたらそこにあったみたいな、そんな記憶あるんですけど。さあ、新たな、モラット。やつをぶん殴るぞ。おいろっと。おい、土石さんは、ちなみに、モイラのクエストを進めるとね、モールラットに超効く、独特な武器がもらえますよね。通称ネギ。ネギのような武器。ん？ここの細い道が怪しい。何かあんじゃないの、ここには。あ、犬がいる。犬がいるくらいか、ここには。おーっと、犬の武器が使えない。あ、いっぱいあるぞ。おーっとっとっと、やられた。腕割れた。この野郎。あれっと。奴をぶん殴る。あ、まだ来てる。奴はダウン中かな？しかし、手をやられちまいましたね。あ、まだ生きてる、こいつ。気絶か。怪我をしたら、医者にかかると、安いんじゃないかな。ドクターバックとか見つけるよりね。何か発見した。そうだな、ここら辺には確かに、犬が結構いた。そんな記憶がありますね。これ入れる、これ。あ、全然入れない。ロックピックの能力が足りませんね。上には登れるけど、なんかないか？全然記憶にないな、この辺は。ちょっとモッドでですね、今まで行けなかった場所に行けるような、そういうモッドも導入してるんでね。まあ、もしかしたら本当に純粋に、私は知らないだけという話もありますね。記憶にないんじゃなくて。ん？敵か？またモルラットか。おっと、こいつも突っ込んでくるんですね。前動作なしに、ふわって飛んでくるから。ちょっとディフェンスが間に合わせもないね、これね。ここじゃないの？あ、やっぱりそうだ、ほら。くぼんだ岩。この三つの木にね、なんか印があったような気がするんですけど。今度はちゃんと、ディフェンス、成功しようかな、今。しかし、その食らっちまった。やつを、後ろをぶん殴って。まあ、スティンパックはまだ結構あるんで。さらに、スティンパック、旺盛のまま。なんかメモかな、これは。308段に、スナイパーライフル、ステルス場合。旺盛のまま、S へ。これがストックホルム。その S じゃないかなと思いましたが。こいつが君の欲しがっていたものだ。E っていうのは誰でしょうね。まあ、それはわかりませんが。308段はあまりないからね。そんなに使えないかもしれませんが。スコープ付きですね。これは、ニューベガス仕様かな？じゃあ目標は、北かな？そちらに向かいましょう。マーケットに行くまでも、結構色々とね、探れる場所があったような気がしますが。向こうからは、廃墟がね、続いてますね。そう、フォールアウト3といったら、かなりの廃墟が立ち並ぶ、そんな世界観でしたね。ニューベガスは、一点変わって、荒野風になりましたけどね。なんだ？あーっと、なんか荒れたぞ。ウエストランド人。レーダーに爆弾を仕掛けられた。よし、解体してみよう。どうだ？あ、失敗した。あー！死ぬぞ。爆発する。どうした？爆発しないのか？おかしいね。あー、爆発する！あれ？なんか死体が、すごい方向に吹き飛んだような気がするんだけど。完全に見つかりませんね、死体。向こう飛んでっちゃったかな。スローモーションで見てないと分かりませんね、これはね。ブロードフライなら、撃って倒せる。あー、なんだ。レーダー、解放射器、やばい。いや、解放してもちゃうか、これは。やばい、死ぬ。うおお、体力ミリ。やばい、なんだこれ。インシエーターか、もしかして。うわー、やっぱりそうだ。やばい。ちょっと待て。ニューベガスの武器を使ってきてる。敵が。やばいでしょ。バラモンが骨になってますね。
なんかに食われたのか、これは。76だったら、シープスカチあたりがね、いそうなもんですけど。ここら辺は景観は、なかなかいいですね。おっと、なんだ流れるぞ。お、戦闘始めてる？あれはミュータンとかもしかして。お、あ、いや、人だな、あれ。エナジー弾使ってるけど、敵かどうかわからない。バッツが届かない。もうちょい使ってみよう。あ、ビュースアウトキャスト。一応、敵ではありませんね。このアウトキャストは、ビュースのはぐれ者ですね。まあ、ちょうど76で、ラフマーに、あのキャラクターがね、ビュースから離れてね、独自のビュースを作るみたいな、そういったこと言ってましたが。で、このアウトキャストに話すと、すごい、親切な。あ、なんだ爆弾で起きとんだ。やった、これは。武士を奪えるぞ。チャンスだな。バスの爆破には巻き込まれないでしょ。おお、激しい。話を聞きませんでしたね。わあ、いきなり強いものを手に入れてしまった。お、びっくりした。ああ、ハンターはどうだった？敵かどうかわからない。とりあえずアウトキャストを見失ってしまいましたが、今入手した防具、パーマーは結構話を進めないとね、装備ができない。やっぱそうですね。パーマー訓練が必要。これは売ればかなり高値になるんじゃないの？あとは武器ですね。プラズマライフル。弾はそこそこあるので、この使ってみますか。この動物を飼っていたんですね、ハンターは。話せますが、食べ物を売ってもらえる。死体が、これはレーダーかな？やった。またいろいろ落ちてるよ。シングルショットガン。ダブルバレルじゃなくて、シングルショットガン。ストレートレイザー、これなんだ？とりあえず侵入。いきなり内部はレーダーがいっぱいいると思いますが。で、ここはある程度進むことでね、新たに敵を湧くんですけど。ここら辺に地雷撒いておくといいんでしたっけ？もしくはもう片方の入り口、そちらかな。まず前方に行っていますが、あそこにいるぞ。おっと、一発で、吹き飛ばした。しかし、一発撃ったらもう武器は壊れそうと。コンディションが良くありませんね。あっと、出てきた。意外といてこい。あ、見つかった。マジだ。この野郎ら、一発で倒した。しかしまだデンジャー。後ろにいる。よっしゃー、こいつも一発。相当強いぞ、この武器。死体の鎧とか剥ぎ取んの後でいいかな？中国軍ピストルに、バール。バールはそこそこ強いかな？ピストルは、9mm弾。9mm弾？最近、フォールアウト4でね、9mm弾があることに驚きましたが、実は3の時点で9mm弾で普通にあった。シングルショットガンもちょっと使ってみましょうか。どんな性能なのかな？ 20 ゲージ弾。どれくらい強いかわからない。これが、シングルショットガン。照準は面白いね。丸くなってる。やつ撃つ！あら、発射！おい、超！ちょっともらってしまいましたね。やつ攻撃を。まあ仕方ないか。あれ？ 32 口径ピストル。さらに新しい武器を入手した。なんだ、いろいろ手に入って面白いな。その名の通り、32口径の弾ですね。とりあえず第一目標はこちらですよね。ここに入ってしまうとしかし、出てくるのかな？レーダーのボスがね。このピストルは、リボルバーですかね。見た目的にね、当てると強そうだけど。前方に一体。うわぁ、近いけど、この野郎、あまり強くない。あれ？負傷ダメージ今入った？やっぱり遅れて死にましたね。あそこで死んでる。しかしこちらも結構、ダメージを受けてしまいましたね。バンテージってあるけど、ちょうどフォールアウト4のね、ホライゾン。それで怪我を治療するアイテムがバンテージなんですが、使える？もしかして。あ、バンテージ武器だ。手に巻くタイプの。なるほどね。近接用か。プラズマライフル、背中ぶっ放せ。レーザーピストル。エナジーセル。レーザーピストルが撃てますね、これで。見た目はお馴染みですね。こちらに、いろいろありますね。これなんだこれ。アントノグ。なんか食べ物だな。ターミナル。イージー。あれ？サイエンススキルは必要？これなんか入れないじゃんじゃ。この奥が肝心なのに。なんてことだ。序盤のクエストで進めないなんてことあるんだ。サイエンスを上げるアイテムとかないかな？あ、サイエンス15か。
15じゃダメだな。これね、ボルト研究員白衣、サイエンスが5アップする。あと5あればね、